エイブラハム・レンペルは、イスラエルの計算機科学者である。科学データ四粛アルゴリズムである、LZ77、LZ78 の開発の一人で、ある。レンペルは1936年2月10日に、ポーランド・ルブフで生まれた。イスラエル工科大学で学び、理学の学士号を1963年に、理学修士号を1967年に受けた。 1977年にイスラエル工科大学の教授になった。現在は同学の名誉教授である。レンペルの最も大きな業績はジェイコブ・ジブと共同執筆した1977年5月の IEEE ランザクションズ・オン・インフォメーション・セオリーに掲載された論文連続したデータ圧縮のための普遍的なアルゴリズムにおける LZ77 アルゴリズムの発表である。レンペルは1998年に IEEE、e、情報理論ソサイエティよりゴールデンジュビリーアワードフォーテクノロジカルイノベーションを2007年にデータ圧縮における先駆的業績、特にレンプルジブアルゴリズムについて IEEE、e、リチャード・ハミングメダルを受賞した。レンペルは年にイスラエル HP 研究所を設立し、 2007年10月まで所長を務めた。レンプルジブアルゴリズムは、ランペルとジェイコブジブにより開発され、ここから数多くのアルゴリズムが派生した。その中には、画像フォーマット GIF に使われたレンプルジブ、ウェルチアルゴリズムや、ファイル圧縮フォーマット 7ZIP や、XZ に使われたレンプルジブ、マルコフチェーンアルゴリズムが含まれている。 画像フォーマット PNG で使われたデフレートは LZ77 とハフマン符号の組み合わせである。ありがとうございます。